逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか。本当に。ドリーさん、この方々はハッラの身を買いに来たお客さんでさ。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって。お前がドリーなのか。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの。私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。はれやれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか。なんだかあまり嬉しくないけど。モラを持っていても 2,3 歩走っただけで息切れするようなやからはマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちはとも、いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。いかがです。お客様はどんなものが欲しいのかしら。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワットで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。こんな変わった知識が欲しい人なんか。あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなか。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事につけましてよ。うん、これなら少し役に立つ。こっちは200万モラ。値段交渉はしまっ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。私は物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に百歳。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を。なんだと。おいおい、聞いたか。あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちは。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか。自分で試してみた。いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター、10万払うぞ。それではお二人ともこち。待てよ、自由に選べるんじゃないのか。なんでそっちの。あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するも。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使って。も、どうだ。
それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか。モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、スメール伝統醸造入門。前の七つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば、本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお応えしますの。